速い選手と遅い選手の特徴、トップスピード編。どうもこんにちは、川瀬です。皆さん、足の速い選手と遅い選手、比べてみたことがあるでしょうか？またね、自分とですね、日本のトップ選手などですね、動画などで比較することもできますよね。そう見てみるとですね、走り方の違いとかですね、トップ選手に共通すること、そして逆に遅い選手に共通することって見えてきますよね。今回は足の速い人、それから遅い人ですね、ここの違いについてですね、詳しく解説をしていきたいと思います。で、この動画ではですね、スピードに乗ってからの区間ですね、トップスピード区間とか中間疾走など言ったりしますけど、その区間の違いについてお話をしていきたいと思います。速い選手の特徴とは何か、逆に遅くなってしまっている理由は何か、そしてできるだけ速い選手に近づいていくためにはどんなね、トレーニングをしていけばいいかなどをですね、お話をしていきますので、皆さんの中でもっともっとね、トップスピードを上げていきたい、スプリントフォームをですね、綺麗にしていきたいという方はですね、ぜひ最後までご覧いただいて参考にしてみてください。また、スタートに関するですね、速い選手、遅い選手の違いについてもですね、解説をしていますので、こちらもね、合わせて見ていただくといいかなと思います。このチャンネルではですね、陸上競技の短距離走に関する走るための練習方法や理論や考え方を配信しておりますので、チャンネル登録をお済み入れない方はね、していただいて、別の動画もね、ぜひチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、今回5つのポイントに絞ってですね、速い選手と遅い選手の違い、ここについてですね、見ていきたいと思います。そして、仮にですね、自分が遅い選手のような動きが出てしまっているという場合はですね、改善する練習の方法も合わせて紹介していきますので、トレーニングの一環に取り入れてみるといいかなと思います。それでは早速、まず一つ目のポイントになってくるんですけども、足首の角度です。ちょっといきなりマニアックなとこから来ましたね。で、どの地点の足首の角度かでいうと、地面についたとき、つまり設置中の足首の角度が変わっているかな、変わっていないかなっていうところですね。まず速い選手の特徴として、地面についている間ですね、この足首の角度が変わりにくいという特徴があります。もちろんね、完全に変わらないわけではないんですけども、地面にドンとついてからですね、自分の体がその上を通り過ぎるまでの間、足首がぐしゃんと潰れることなくですね、しっかりと体を支えているということですね。こうすることで、短時間でやはりね、大きな力を地面に対してね、かけることができますよね。そして、接地の強い衝撃にしっかりと体を支えることができるということですね。先日こちらの動画でスティフネスの話をね、させていただきましたけども、まさしく足全体を硬いバネとして扱うことができるということですね。結果的にピッチの向上、ストライドの向上などもね、見込めるかなと思います。で、詳しくはね、スティフネスの動画、後ほど見てみてください。じゃあ逆に遅い選手はどうなっているかというと、地面にドンとついてから足首がぐしゃんと潰れる。つまり、足首の背屈動作が出るということですね。なので、足の前の方で地面を捉えたんだけど、その後ね、ぐしゃんと潰れてかかとまでバシッとついてしまう。もしくはそもそも足の裏の前の方で設置できないというケースも考えられますよね。まず、この足首の潰れというのはやはりね、設置時間が長くなってしまいます。体重のね、何倍と言われるね、衝撃にね、耐えうることができずにですね、足首がね、ぐしゃんと潰れてしまっているわけですね。設置時間が長くなってしまうと、もちろんですね、ピッチダウンにつながってくるわけです。やはり減速の原因として大きく挙げられるのは、この走りのリズム、ピッチがですね、だんだんと落ちてきてしまうということですね。そして結果的にオーバーストライドになってですね、スピードが落ちてくる。これが後半伸びない選手の特徴になってきますね。なので、できれば速い選手のようにですね、地面についてから、その上をね、自分が通過するまでですね、足首の角度ができるだけ変わらない、強い足首を作っていくってことがね、重要になってくるというわけです。では、練習方法をどうしていけばいいかというと、まずシンプルにですね、アンクルホップですね。体をまっすぐにした状態で足首のパワーを使ってですね、連続ジャンプをしていく方法。これがね、有効かなと思います。その場でね、やっていただいてもいいですし、前にね、進みながら地面につきます。その反発を上方向、前方向とね、しっかりと力をかけていく練習をしていってもいいかなと思います。慣れてきたらですね、マークなどを置いてもらって、そのマークとマークの間をね、広げてもらって、前にね、進むテクニックもですね、合わせて獲得してみてもらうといいかなと思います。それからもう少しレベルの高いね、練習になってくると、ホッピングですね。これ、ケンケンなんですけども、例えばですね、一歩でどこまでいけるか、20メートル何歩でいけるか、100メートル何歩のホッピングでいけるかって測ってもらってもいいですし、ハードルとかミニハードルとかね、障害物を置いて、そのね、高さをクリアしていくようなですね、ちょっとレベルの高いホッピングやってみてもいいかなと思います。まあこういったね、プライメトリックス系のトレーニングやってもらったら、必ずですね、その後ね、走ってみるとかですね、走りの感覚を確認していくとかですね、力を前方向にかけていく、そんなスキルをですね、合わせて獲得してもらうといいかなと思います。
はい、次、ポイント二つ目なんですけども、誘客の回復ですね。誘客というのは、空中に浮いている方の足、つまり後ろからですね、前方向にですね、引き出されてくる足のことを言います。まあ、回復と言いましたけども、回復客ともね、言ったりしますよね。そして、速い選手の特徴として、この回復客、誘客の回復自体がですね、とても早いという特徴があります。まあもちろん当たり前かもしれませんけども、特にね、トップ選手はですね、後ろから足を前にスイングしてくると、このスピードめちゃめちゃ速くなってくるわけですね。これどういうことかというと、地面について地面を離さなければいけないですよね。このタイミングがまず的確ということ、そして地面につく瞬間にですね、しっかりと大きな力をかけられていると、この証拠でもあるわけですね。つまり足を後ろの方向に流さなくてもですね、自分を進ませるだけの推進力を獲得できていると。結果的に誘客はですね、足が流れることがないので素早く前方向にリードしてくるということですね。もしくは後ろから足を前に持ってくるということで、股関節を屈曲させてくる筋力とかスキルが高い。これもね、考えられますよね。なのでトップ選手のようにですね、素早いスイングを繰り返していく、この回復力の動きっていうのをですね、意識していく必要があるかなと思います。なので逆に遅い選手というのは、この回復力ですね、後ろから前に持ってくる足のリードスピードが遅いということですね。つまり足がいまいちうまく前に出てこないということです。なので先ほどの逆になってきますね。地面につく瞬間に大きな力をまずかけられていないということ、結果的にですね、足を後ろの方に流して対応するしかないので、地面を離すリチのタイミングが遅くなってくるということ。つまりですね、後ろから前方向にリードされる足が遅くなるということですね。あとは単純に股関節を曲げてくるですね、腸腰筋とかですね、そのあたりの筋肉が弱い可能性もあります。なので練習の方法としては、もちろんですね、筋力アップも必須になってくるんですけども、スキルトレーニングの一環としてですね、やはりスピードバウンディングから素早いスプリントに切り替えてもらうというのがね、有効かなと思います。通常のね、走る動作とかですね、バウンディングよりもですね、ダイナミックにですね、水平方向に進んでいくスピードバウンディング、これを用いてですね、左右の足が素早く入れ替わっていくというシザース動作のタイミングを見極めてもらいたいなと思います。で、このスピードバウンディング、例えば20メートルぐらいとかですね、30メートルぐらいやってもらったら、そのままね、スプリントに切り替えてもらうというのが有効ですね。また、少しレベルの高い方は、スレッドとかですね、タイヤとかね、重りを引きながらね、スピードバウンディングやってもらうと、より水平方向にね、力をかけるようなスキルも合わせて獲得できるかなと思いますので、やってみてください。はい、それからポイント3つ目なんですけども、姿勢のところですね。まず、速い選手というのはですね、この姿勢のところ、中間疾走においては、特にね、体ね、まっすぐ、しっかりとね、使うことができますよね。もうちょっと細かく見ていくと、軽い前傾姿勢をキープしているのがわかるかなと思います。ただし、スタート局面のようなですね、深く前にね、進んでいくような前傾ではなくてですね、軽く前傾をね、していくことでですね、その進みやすさを出しているというわけですね。つまり、体がしっかりとまっすぐ起きていることで、足のね、スイングのバランス、前に、そして後ろにですね、しっかりとスイングができるということ。そして、効率よく前に進むためのですね、軽い前傾姿勢をキープできているということですね。ぜひね、トップ選手の走りなどをですね、見てみてですね、上半身の角度などを気にしてみてください。それから逆にですね、遅い選手の姿勢の特徴としてはですね、まず、前傾姿勢がかかりすぎているという場合ですね。つまり、スピードが乗ってからも体がね、前に倒れ込んでいる。これはですね、もっともっとスピードを乗せたいとかですね、まあ、小学生とか、陸上競技のね、経験浅い方ですと、まあ、体突っ込んだままですね、走ってしまう方も多いかなと思います。これでは足が前に出づらいですよね。スタート局面では OK だった動き、体の前傾姿勢がですね、まあ、中間疾走、スピードが乗ってからキープしてしまっては、そのスピードの向上を妨げる可能性があります。逆にですね、体が反ってしまうという場合ですね。原因としてはお腹の弱さとかですね、このあたりが挙げられるかなとは思うんですけども、反ってしまうと、やはりね、スムーズに前方向に力をかけるので難しくなってくるかなと思います。なので、総じてですね、体が前に倒れ込みすぎとかですね、逆に反ってしまうことでですね、足が前に出づらかったり、逆に後ろの方向に行きづらかったりするわけです。それでは、これの改善方法のね、練習としてはですね、まず、立位重心移動っていうのがですね、効果的かなと思います。立った姿勢でですね、足の裏をつけたまま体重をね前後に動かしてみてください。で、この時に前方向に行った際ですね、足の裏はついている状態で体はねまっすぐのままね、少しね前傾がかかりますよね。ここの感覚覚えてですね、そのまま歩いてみたり、ジョギングしてみたり、もしくは走ってみたりしてみましょう。普通にね走っていくよりですね、まあ重心がちょっとだけ前にね崩れているので、楽に走る感覚がね身についてくるかなと思います。あとはですね、緩やかな下り坂をですね、それこそ上半身が倒れすぎたり、逆に反りすぎたりしないように上半身キープしながら走っていくっていうのもね、効果的かなと思います。
はい、それからポイント4つ目になってきますけども、接地の位置ですね。これは体に対してどこに足がついたかというところです。まず、速い選手の特徴としてはですね、体の近くに足をね、接地していくことができますよね。つまり、地面に対して大きな力をかけることができるということですね。ということは、短く地面からですね、弾むこともできますし、地面に対して大きな力をかけられたので、前への推進力も獲得できているわけなので、ピッチとストライドを確保できるというわけですね。で、逆に遅い選手としてはですね、この接地位置が体よりね、遠くになってしまう場合があります。特にですね、スピードが乗ってきた後ですね、まあ、いろんな要因がありますよね。例えば相手と競っているとかタイムを出したい、より一歩で遠くに行きたいとかですね、そんな意識がですね、だんだん重なってきたりとか、まあ単純にスピード持久力不足とかですね、体の遠くについてしまうことで一歩で地面を踏む力が弱くなってしまいます。そしてその位置に対して自分の重心を乗せる時間もタイミングもですね、遅れてしまいます。で、この力が獲得できなかった分というのはですね、接地時間を長くして自分の体を進ませるという対応をしていくんですね。つまり足を流すことでですね、接地時間を長くして自分の推進力を補ってあげるということですね。なので先ほどの誘客の回復にもね、つながってくるんですけども、地面について時間が長くなる、足は後ろの方向に取り残される、前に足が出てくるのが遅れると、こういったね、負のスパイラルに陥る可能性もあります。じゃあこれの改善方法として有効なのはですね、スキップからスプリントに、ね、切り替えていくっていうのはね、有効かなと思います。スキップという動作はまずですね、足が後ろにね、流れにくいかなという特徴があるということ、そしてそのスキップの動きからですね、素早くスプリントに、ね、切り替えてもらうとですね、スキップの良い動きね、そのままにですね、走りの動作につなげることができるかなと思いますので、やってみてください。それから5つ目のポイントとしては、走りの感覚、イメージですね。速い選手ですね、この中間疾走トップスピードの局面は受動的、つまり受け身の形で走ることができるかなと思います。逆に遅い選手は逆なので能動的ですね。なので自分から頑張って足を動かして進もうとしてしまうということですね。これどういうことかというと、スピードが乗ってくるということは自分が前に進んでいるわけなんですけども、相対的に見てみると下の床がですね、後ろの方向に速く送られていると一緒になってきます。なのでこの中でですね、さらにその床を速く後ろの方向に動かしてあげようとしてしまう、つまり自分から能動的に足を動かそうとしてしまうと、速く動いている床に対してですね、足を後ろに持ってかれて、まあ、結果的にさっきの誘客の回復が遅れてしまったりとか、体のね、接地位置が体に遠いところになってしまったりとかね、そういったエラーが発生してくるわけです。なので、速い選手というのは、自分のね、およそのトップスピードの感覚が分かっていてですね、それが大体どのあたりに来るか、例えば50メーターぐらいに来るのか、60メーターぐらいに来るのかっていうのがなんとなく分かります。なので、そこまで来たら、もうスピードは上がらないので、例えば地面をね、早く離してあげるだけとか、そういったね、意識の切り替えとかですね、そういった練習をしていくわけですね。先日こちらの動画で、100メートル10秒台で走るためには 37.1 キロで後ろに送られる床に対してですね、対応していく必要があるという話もさせていただいたんですけども、まさにこれになってくるわけです。逆に遅い選手、まだまだね、スピードがね、上がりきっていない選手というのはですね、このトップスピードの局面に来ても、さらにもっとですね、スピードを上げようとしてしまうとか、他の選手と競ってですね、ちょっともうちょっと頑張って勝ち切りたいと。そうなった時に、やはりですね、足をもっともっとね、頑張って動かしてしまうと。これどういうことかというと、いわゆる突き急ぎという現象ですね。自分の体が進みきっていないのに、もう次の一歩を突きたがると。んで、総じてですね、体の遠い位置についてしまったりとか、自分の重心が進みきる前に設置をしているので、そこに対して力をかけにくくなっていくわけですね。なので僕ね、よくね、接地を待ちましょうとかね、接地を待つスキルを上げていきましょうという話もさせていただきますけれども、こういったね、技術力のアップっていうのはね、必要になってくるかなと思います。じゃあこの走りの感覚をどうやって獲得していくかというとですね、まずですね、的確なタイミングで出力していくためのですね、プライメトリックストレーニングですね、ジャンプの練習などはですね、繰り返しやっていく必要があるかなと思います。合わせてですね、テンポ走とかですね、まあトップスピードは出さなくても良いので、何本もですね、反復して自分のフォームを確認していくような練習などはですね、やっていく必要がありますよね。これは心肺機能とか筋持久力とか、もちろんそのあたりをね、向上させることも目的の一つに挙げられるんですけども、技術を反復していくことで的確なタイミングで出力していくと、もっと楽に走る方法をですね、自然に身につけていくと。このあたりのためにもですね、まあそれなりの回数の反復、走り込みっていうのはね、必要になってくるかなと思いますので、ちょっと走り込み苦手な方もですね、やってみましょう。
はい、ということで今回はですね、早い選手、遅い選手のそれぞれの特徴ということでですね、お話をさせていただきました。この動画では中間シフト、トップスピードの局面のお話をさせていただきましたけども、またね、別の動画でですね、スタート局面の早い人の特徴、遅い人の特徴ということでね、お話もしていますので、そっちもね、合わせて確認してみるといいかなと思います。皆さんね、どちらの特徴に当てはまりましたかね。まあ、少なからずですね、もっともっと早い人に近づけていきたいと。そうやってね、思われた方ね、非常に多いかなと思いますので、紹介したね、トレーニング、ごくごく一部になってきますけども、参考にやってみてください。またね、トップスピードとかね、そのあたりをね、向上させる。あとはね、レースの後半までしっかりとスピードをキープする。そのあたりのね、動画も配信していますので、合わせてチェックをしてみましょう。ではまた。